みんなに名刺って、本当はベトナム人と違ったよね。ベトナムの人間ってみんな名刺。
世界最高のレストランと選ばれたデンマークホテルハーゲンのノーマルというレストラン、こちらの方でですね、15万円、すごいというなんですけれども、ということでですね、今日のネタなんですけれども、レジ袋、有料化、して本当にみんな鬱陶しいと思ってると思います。レジ袋いりますか？いや、こんな買って、ね、マイバッグみたいなの持ってねえのに、どうやって持って帰るんだって分かるでしょって感じなんですけど、僕みたいなミニマリストからするとですね、何か持つのもずっと持ってなきゃいけないし、めっちゃうざくてしょうがないんですけど、しかもですね、レジ袋、プレゼント、大きさとかね、紙袋にしますかとかね、いろいろ聞いてくるんで、5% とか言ってね。で、そのくせ、ムカつくのは、おしぼりは押し付けてくるっていう。なんか、ご飯とか買ったときとか、おしぼりは入れときます。お箸は入れときます。なのに、レジ袋は一人にとるっていうね。あとは、ストローみたいな、紙ストローにすると増えましたけど、もうなんか、マスクと一緒で、とりあえず、やっときゃいいじゃん。そっちの方が文句言われねえし、世の中今もう、環境上に、環境に気をつかないとね、良くないですみたいな、変な風潮がね、蔓延してきた。これはマスクと一緒だと思ってます、僕は。で、そもそもこれ、前も言いましたけど、レジ袋ってナフサっていうのがそうですね。で、ナフサっていうのは、原油に含まれてるんですけど、原油が取れます。ね。中東とかの遺伝から取れます。で、それをですね、もう最近は、中東の国で、ね、入れてきたバーレンとかね、石油生成の設備なんかあるんですけど、いわゆる石油化学コンビナートってやつですね。で、その石油化学コンビナートで、軽い油から重い油まで分流といって、で、分けていくんですね。一番軽いところがですね、ナフサとかでするんで、これがビニール袋とかの、原料になります。その他ですね、石油化学製品、いろんな薬品だったりとかですね、薬だったりとか、ありとあらゆる様々なものがですね、ナフサを原料にしてですね、作られます。で、もうちょっと軽いところだと、こういう薬だったり、そういう大きな燃料になっております。暖房だけじゃなくてですね、高品質の灯油というのはね、ジェット A とかね、ジェット A1 とか、そういう燃料になって、これはですね、本当に高品質に使われます。で、皆さんの車に使っていただくと、そして、軽油、トラックとかに使われる軽油ですね。そして、重油といって、船とかタンカーとか、そういったものに使われて、あるいは火力発電所なんかにも使われてですね、重油を燃やしてガス化という。一番重いのは何に使われるかというと、道路に使われる。道路って何かというと、アスファルトですね。砕いた石をですね、接着剤としてですね、だから一種のあれ、複合剤なんですよね。以前はですね、コンクリートで作ってたんですけれども、コンクリートよりもですね、クッション性があって、タイヤが減りにくい。雨とかにも強かったりとか、いろんな利点があって、ほとんどの道路はアスファルトで作られていると思います。このね、サプライチェーンでは非常に大事で、石油化学コンビナートで原油を取ります。原油を取った後、じゃあガソリン車、EV なんかいらないと、ガソリンはいらない。あるいは、レジ袋いらなくなったから、ナフサの一部はいらない。いらないって言ったらどうなるか。捨てるしかないわけですよ。どうやって捨てるのっていう話なんですね。だから、レジ袋に使わなかったら何か別のものに使わざるを得ないんですね。だってどこに捨てるのっていう話です。いや、だったら原油取らなきゃいいんだ。って思うかもしれないじゃないですか。だけど、その代替できるもの、そうね、飛行機も、超頑張れば、電動になるかもしれない。けど、かなり先のことです。自動車よりもよっぽど先のことだと思います。石油化学製品で作られていた、そういったナフサの変わるものは、例えばわかんないけど、トウモロコシとかね、そういう、生物由来のものに変えることはできるかもしれない。で、トラックなんかも EV にできるかもしれない。だけど、船の重油、どうですか？ソーラーパワーで、長時間航行できる船ばっかりに
まるのはアスファルトだと思ってます、ね、あれに代わる接着剤をどうやって作るのか、あんなにローコストで、要はもうゴミみたいなものですからね。アスファルト、道路の用途以外あまり使えないので、なのですごくウィンウィンの関係が出てきて、もう世界中の道路がアスファルトで作られるようになったと思うんですけど、当然道路ってメンテナンスしなきゃいけないので、アスファルトのようなものをどこからか調達するしかないんですね。だからこれ、そのレジ袋だって廃止しても全然意味なくて、トータルバランスで、変えていかなきゃいけないわけですね。なので、なんか、環境族のね、新しい利権の、特になんか左翼系のというか、まあ、最近は若者がなんていう人もいましたけれども、なんかファッションで、なんか環境問題が発するやつって、こういう話全然知らないから。で、聞く耳持たないんだよね。なんで聞く耳持たないかっていうと、自分たちがいいことやってるのは、こういうものは何か、なんでそういう活動に水を差してるかっていうわけです。で、なんで水を差してるかって、俺はトータルバランスなんですよ。どうするの、アスファルト問題どうするの、船を何で走れるの、飛行機、電動実感みたいな話とかを、トータルバランスで考えないとですね、この環境問題っていうのは解決しないんです。いや、いいんですよ、原油もほとんどやめましょうと。ね、半分に悪いからやめましょう。もうそれ勝手ですよ。助け合うじゃないからやめましょう。変えられるのって話なんですよ。いや、実際そういった話、アスファルトの代わりになる話、船をどうやって走らせるかの話なんて、全然進行してない。レジ袋とストローを紙にするみたいな、くだらないどうでもいい話が先に進んでられる。エコバッグ持ってます。前箸持ってます。で、前箸だってあれさ、割り箸をすごく忌避する。ダメかみたいに言った時期あったけど、その声は最近息を潜めましたよね。これなんでわかりますか？あれって実は間伐材って言って、火をですね、ある程度光をこう通すためにですね、枝をこう、細かい枝をですね、間伐って言って切っていくわけですね。で、それで作られた余った木から作られてますよ。だから、実はあれ、サスキがあるんですね。っていうことに気づいて、割り箸切り派みたいな人たちが、息を潜めたっていうのがあるわけですよね。で、最近はなんかおしゃれな、割り箸なんか出てきて、割り箸ブームに逆になっちゃってたりする。その環境族の人たちが言ってることって割とほとんど前妻なことが多くて、物事の本当にごくごく一面しか見てないケースが多いですね。でそれをやることがファッションになって、かっこいいと思われる、でもかっこいいと思われる、思われるためにやってるんだってやってるみたいなんです。でそれにこうやって僕が文句を言うと、何言うの、環境とか考えないんですよ。言われるんだけど、俺だって考えるところは考えてる。例えば、うちのインタースカルテクノロジーのロケットのエンジンの燃料はメタンを使うんですけど、メタンって地球温暖化ガス効果が二酸化炭素って CO2 の20倍以上高いっていうふうに言われてるんですね。なので、普通のロケットはケロスっていう、さっきの灯油の仲間ですけど、それを使ったりとか燃料に使ったりとかしてるんですけど、僕らのロケットはメタンを使っていて、そのメタンをどうやって作ってるかというと、バイオメタンというか、リキッドバイオメタンというのを作ってまして、これはエアウォーター、北海道エアウォーターの会社さんがですね、プラントを作っていて、北海道の帯広というところでですね、北海道大気町さんの牧場、酪農をやってる牧場があるんですけれども、こちらから取れた乳品から抽出したメタンとかいろんなものを混ぜてるんですけれども、それを生成して、リキッドバイオメタンにして、我々の、ロケットの車両に供給してるんですね。で、それは、その、牛の糞とか血から出るですね、この、CH4 ですね、メタンが、地球温暖化ガス効果を発揮しちゃって、環境に優しくないというふうになってるんで、この、ね、施設をどんどん作っていかなくてですね。で、そこから出た、じゃあメタン何使うんだろう。普通は発電に使うんですけど、燃やして発電に使う、そして二酸化炭素に変わるんで、温暖化ガス効果が20分の1以下に下がるということで、非常に環境にいいよねということで、最初は発電を
北海道電力ってそんなに電気が足りないわけでもないので、いらないんですね。しかも高いですね。なんですけど、まあ、我々は、ロケットの電源を使うんですけど、もうそこで生成してもらった、もうそのまますぐ使い、ほとんど純で 100% の、バイオメーターになっているので、それをそのまま燃料、まあ、まずは燃焼試験に今使われてるんですけど、もうすぐ燃焼試験が終わるので、でそのエアウォーターさんにも行ってくれた。これもね、YouTube チャンネルで、僕が、そこを取材したものがですね、ありますので、ぜひこちらの動画を見てほしいんですけれども、そういうふうにして、だからめちゃくちゃ環境に優しい。で、すごく、理にかなって、ロケットを飛ばすときに有害物質が出ません。有害物質から、要は人体に危険を与えるようなものを海に落とすようなものが出ない。水没物は液晶しか出ない。なので非常に環境にもやるし、しかも北海道で出る環境問題になっているそのメタンのですね、減らせる、減らせる、地球温暖化を激減させる、素晴らしいもの。最初 LNG って言って、地下資源 の, 天然ガスですね、液化天然ガスを使おうと思ってたんですけれども、こちらが純度が低くて、7割、8割ぐらいしか地熱を入ってないんで、これを蒸留して、濃度を上げていかなきゃいけないんですけれども、まあ、それしかもそれができる工場が関東にしかなくて、そこから、タンクローリーでですね、北海道まで運ぶと、やっぱりある程度蒸発して減っちゃったりとかするんで、まあ、割とコストは結構かかるということが分かって、リキッドバイオメーターってそんなに値段が変わらなかったということでですね、価格的にも良かったし、しかし、使わなくてロケットを打ち上げられる、牛分で地産地消でロケットを打ち上げられる。これこそ、環境族の人たちがやるべきことで、物事の一面しか見てない、紙ストローとか、レジ袋とか言ってられたら、そういうのしてほしい。ということで、ちょっと環境族の人たちのところに政策提案としていきたいなと思います。どうぞ。これ以上のグループでは、ニクソンショック以降の米ドルは原油取引の決済通貨として国際貿易と結びつき、世界中に米ドルの需要を作り出しました。しかし近年はアメリカによる世界一極支配が破綻し、中国が中東への関与を増やしており、いわゆるペトロダラシステムに対する懐疑性が高まってきたように思います。このままではドルは徐々に基軸性を失うように思いますが、エンジンさん、今回はいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。まず2つその理由があってですね、まあ、ドルが徐々に基軸性を失う可能性がありますかということに関してはその可能性があります。というのはおっしゃる通りで、今中国がやろうとしていることは、まあ、人民元もしくは実際人民元で、まあ、そのいわゆる資源を持っている国々に
それが機能する可能性があります。例えば資源を持っていて中国との貿易が大きい、となると、つまりですね、中国に対して大量の貿易赤字ではなくて、ある意味ちょっとこう均衡にあるような状況、もしくは貿易黒字をちょっと出しているぐらいのところだったらこのシステムがワークする、例えばサウジというのは、中国に原油を売って代わりに中国から機械とかですね、いろんな銀行を輸入する、もしくはアフリカの、例えばナイジェリアでもいいし、中アジアは原油が強いでしょう、逆に中国からまず企業が物を買う、そういう意味での、このシステムワークするだけれども、それ以外の、じゃあ例えば地下資源持ってない、例えばトルコは中国に売るものが特にないんですね、考えたら。そんなに輸入、中国に向ける輸出、伸びるあれはないんです。逆に中国から輸入はあるんです。と考えた場合になったら、そのトルコっていうのは人民元でやるかというと、たぶんなれないです。という、だから、要はその、ある意味、貿易が均衡にあるような状況であれば、物々交換にある近い形で、人民元を保有してもどのみち中国との貿易では使うから、問題ないですというふうにはなるけど、逆にだから、逆もありえますよ。だから あまりにも中国に対して貿易黒字を出している。例えばその、要は資源も売ってるし、オーストラリアの場合、例えばしましょう。オーストラリアは中国からの輸入がどれぐらいか分からないけど、中国に対して輸出という結果があります。石炭もあるし、天然ガスもあるし、鉄鉱石もあるし、ワインもあるし、食料もあるんです。こういった場合に、じゃあ、オーストラリアは人民には欲しいから欲しくないですね。で、中国から買うものが多分そんなにないから。だから、これが一つの軸ですね。そう、どうしようもないんです。これはだから、だから確かにそのアメリカ米ドルの力が徐々に失われていく可能性があるし、アメリカの米ドルの信用が失われる可能性っていうのはあります。なぜかというとお金すりまくって、これは良くないで、実質上こんなことをアメリカが永遠にやってられない。これは確かで、これは一つ目の軸。ただ二つ目の軸、じゃあアメリカドルがその基軸性を失ったときにそのオルターナティブはあるのかということなんですけど、つまり基軸通貨になるためには何が必要かというと、世界各国の国々があなたの借金を買うという、つまりいろんな国に対して貿易赤字を出さなきゃいけない、あなたの資産を持っていいんですよ。つまり例えばですね、アメリカっていうのは大量の貿易赤字を出して、いろんな世界各国に対して、でその代わり皆さんがドルを持って、そのドルでアメリカの資産を買ってるんですね。でアメリカの資産は別に不動産でも株でも何でも外国人自由に取り入れて入るわけです。じゃあ中国が人民元を基軸通貨にしようと思った場合にはそれを許すかっていう、つまり中国の資産を外国人が持っていることに中国はそれはオープンなのか、違います、全然違います。中国はだってすごい厳しい資本規制やっていて、自分国内にあるお金持ちがお金を外に持ち出すのも規制かけてるぐらいだから、当然ながら外国人が中国に資産を持ったりとかですね、大量に中国の負債を買うっていうことをそんなによく思っていない。よって人民元っていうのは結論から申し上げる基軸通貨になれないんです。なるほど、そういうことなので結論というか、アメリカドルが永遠にもしかしたら基軸通貨になれないかもしれないけど、でも代わりが、その代わりもまず人間ではないし、もし代わりがあるとすれば、私はいつかは自由主義陣営で新たなデジタル通貨を作り上げる可能性があります。日米欧でですね、それがドルにいつか変わるかもしれません。ばらまきすぎたドルじゃないものを、そう、ドルじゃないものに、もしシステムが崩壊しかけたときには、ただ今のところはドルがまだ強いし、アメリカ海軍が貿易ルートを守っているし、といういろんな意味でアメリカはやっぱり自由なので、資本はね、という意味でアメリカドルがしばらくはその基軸通
は揺るがないと思うものの、まあ、徐々におっしゃる通りはこんだけお金をやっぱりすり続ければ信用が減っていくし、少なくとももしくは中国が最初にいった形で、まあ、新たな、ね、その取引もというか経済を作ることはある程度まではできる。そのアメリカほどのものはできないけど、まあ、そこをちょっと視野に入れて考えると、まあ、これは白黒ばっていうとちょっと別な世界にもしかしたら今後はね、いろんな色がある世界に変わっていく可能性がある。中国の今は独裁国家であるということで、もう不正がだらけだから、人民元なんですよ。そうです。いや、欲しいが欲しくないですから、分かんないんですよ、ね、そのどうなるか、何の、合理性に、市場合理性に基づいて動くものじゃないので、将来そういう新たなデジタル通貨的なことが、まあ、構想として出てくるまでの受け皿としてゴールドっていうことは、まあ、そうですね。それは人間パーになってると思います。それはあります。はい、大変勉強になりました。では続いての質問です。池猫さんからいただきました。エミさん、ひろこさん、こんにちは。いつも楽しく視聴させていただいております。エミさんの本、大インフレ時代日本株が強いを拝読しました。作中で記載されていた AI 時代になるこれからは一人一人がスキルを身につけないといけないと書かれていて、危機感をすごく持っています。私は人余りになると言われている事務職として働いているからです。エミさん、今後身につけていくべきスキルについてアドバイスいただければ幸いです。難しいですね。何を手に職持ってたらあぶれないかな。そうです。まあ、でもこれは多分それぞれ事務職、いろんな企業、いろんなセクターはあるので、それぞれのセクターの中で重要なスキルというか必要なスキルはあるはずですね。もしかしたら資格があるはずなんですよ。だから、まあ、そういう意味での皆さんがそれぞれ現場のことをもちろんよく知っているはずなんで、まあ、本当は分かってるはずです。して別のことをやりたいのかっていうのがあるんですよね、うん、だから、まあ、人間って、ね、一番いい投資って、ね、自分への投資なので、まあ、こういう勉強とか資格っていうスキル、身につけるっていうのは全部投資なんですよ、うん、なので、まあ、今の仕事で満足なのか、今のやってることで満足なのか、逆にこれを踏み台にして別のものをやりたいのか、でもどんなスキルがこれから覚えなきゃいけない、認識しなきゃいけないっていうのも変わってくるんですよね。これに関しては本当にスペシフィック、個別に皆さんの状況になるので、こう一般的に一般化した回答を答えるっていうのは私は難しいんですね。私が言えるのは、私は金融にいるので、例えばね、自分が証券会社にいたので、まあ、証券会社はよく分かってます。金融は金融の世界はよく分かってます。金融の世界で働いている人たち、もしくは証券マンに関して言うと、まあ、AI が来るからこそ皆さんがそれぞれ相場、例えば個別株とかですね、そういう細かい相場の深いところまで話さない、それぐらいの知識がないとアウトですよってこれ前から言ってます。っていうのは証券会社さんも結構パッケージ商品が多くなってきたので、パッケージ商品は実はあえて証券マンじゃなくてもできるんですよ、売るのはね、うん、なのでそうじゃなくて本当に株式市場の中心で働いている人たちっていうのは、日本は3570社の上場会社、これは、そう、語れるのか、株をね、相場のことを語れるのかっていう点に立った時には非常に弱いと、そういうスキルが足りないと私は思っています。なので一人一人が、例えばその金融の世界において言えば、一人一人を身につけなきゃいけないスキルはそこにあるんじゃないかなと僕は感じている。ただ私が言えるのはこれぐらいなんですよ。なぜかというと、これが私がいた現場というか、よく知っている業界なので、皆さんがそれぞれの業界に詳しいはずなので、本当は見えてるはずです、うん、この業界
に足りない部分とか埋めていかなきゃいけない。もし見えてなければ自分がなりたい人間っていうのは自分が目指している人間と、まあ、モデル、ロールモデル的な人っていうのはどの会社にもどの多分現場にもいるはずなんで、その人に聞いてください。その人を真似るっていうのが一つのやり方ですね、うんうん、ということで今ね実は転職活動中で、うん、就職できましたら、はい、福岡経済的に参加してありがとうございます、まあ、投資のスキルを身につけるってことは一つの選択肢で、ウッドラックいい会社に就職できることをお祈りいたします。お祈りしております。ということで質問にも出てきましたこちらの本、大インフレ時代日本株が強い、ぜひ皆さんお手に取って読んでください。もう5釣りまで行ったのかな。5釣りまで行ってないです。4釣りは行きます、はい、5釣りも多分行くんじゃないかな。そろそろだってまだ1ヶ月経ってないもんね。すごい、もうねベストセラーです。ぜひ手に取って読んでいただければと思います。こちらの QR コード読んでいただくと、こちら購入することができます。そしてエミンさんへの質問お待ちしております。質問のある方はこちらの動画の URL 概要欄あります。そこから質問をご記入いただけるようになっておりますので、どしどしエミンさんに聞きたいことありましたらお寄せいただければと思います。この番組はお母さんオンラインパートバイお母さん証券の提供でお届けしました。今回の動画のいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。エミンさん今回も貴重な回答をありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。NHK が完全に敗訴している判決文です。なのに発表し、報道されないという人々が NHK を守ろうとしている最たる例ですから、 NHK を発表進行役はホテルさん、東京都高等裁判所での第2審の判決、このようになっております。勝ちました。主論、本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。控訴人は誰ですか。はい、日本放送協会です。このように NHK が完全に敗訴している判決文です。そもそも去年の夏、ちょっと正確に覚えてないんですけど、 NHK から内容証明郵便が届いた時にホテルの BS アンテナを撤去されました。金曜日に電車の中でドラッパってみたら、あ、取れてるなみたいなのが分かるぐらい、まあ、新興園駅前のホテルなんですけど、まあ、これアンテナ撤去をした。でこの日に NHK の、まあ、職員が来ると言ってたんですけども、僕がいることを理由に来なかったんですね。で6月の10日前後にこの頃に来たんですよ。まあ、行かないとやばいって NHK 思ったようで、橘さんはいませんかって言ったら会心確認をして、新興屋パークホテルさんはもう最初からずっと終始一貫をして払わなければいけないものは払うと当たり前のことのようにおっしゃってたわけですよ。 NHK さんの言う通りやろうとしてたんですけども、やっぱり BS 料金で1ヶ月2280
ホテルの部屋数が238あるわけですから、1ヶ月22万円ぐらいの支出がこれよりも多くなるわけです。どっちとこっちだったら。だったら、まあ、NHK の遠征放送なんて映らなくても、そこまで顧客に対するサービスの低下を招かないだろうという判断のもとに BS アンテナを撤去されて、この BS アンテナを撤去したので、こちらの安い地上契約をしようとしてるんですけども、NHK 側が来なかった。で、やっと来たこの9月の時に、何を言ったかというと、7月分も8月分も9月分も BS 料金払いって言ってきたんです。それで僕は電話で相談を受けて、それはさすがにないでしょうと。NHK の職員がこの日に来てたら、7月分は分かるけども、8月、9月分まで BS 料金払わなくていいっていうのは当たり前じゃないかと。9月中に BS から地上にしたら、9月は地上でいいって書いてくるんですよ。いや、あまりにもおかしいだろうということで、7と8と9を BS という NHK の主張に対して、納得できない。反応したところ、結局10月の1日だったと思うんですけど、NHK が裁判所に訴えてきた。こういう流れ。ホテル側としては、ここと僕はとりあえず払っちゃえ。市場料金。NHK 側も、この人が帰った後ですぐにここがいらないって言い出したんですよ。その職員が最初言ったら3つなんだけど、最終的にマックスで7月分だけは BS って言ってた。まあ、とりあえずそういう経緯があって、7月分に関しては NHK がここ言わなかったので、で途中でその掛川のホテルの判決があって、7月分が市場料金ですよっていうことを地方裁判所の判決を下した。ここで契約して、同じ月内に契約変更したら、契約変更した方の料金って明確に書いてるんですよ、規約に。それを NHK 側が、規約というのは、それが、規約であって、それは本意ではない。そこに書いてある文字は直接解釈しちゃいけませんという、わけのわからない主張を展開し続けてるんです。で、ここだけ争ったわけですね。7月分は BS or 地上。NHK は BS 料金、ホテル側は地上料金、判決はこっちということになった。東京地方裁判所も言ってて、高等裁判所もする。法律は NHK の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは NHK と契約しなければならないということで、設置という言葉を使っているために、日本語で言う設置と、これ携帯電話で忘れる機能があったら、これは設置じゃなくて、携帯する、携行するっていうのが伴うわけです。で、ところが、法律上のこの設置の定義というのは、NHK の放送が受信できる状態に置くことっていう定義なんです。法律っていうのはね、そういう意味ではものすごい複雑で、だから、法律の日本語っていうのは、国語辞典を読んだように、解釈してはいけないっていう判例が多々あるんですね。で、そんな中で、今回の裁判所は、この規約というのは法律ではありませんので、なぜ規約と法律を分けるのか、規約というのはものすごいことを細かく聞けるんです。受信料がいくらであるとか、解約した場合は、日割り計算しないとか。で、それは NHK が決めていいという法律なんです。で、そんなものをですね、7月分は、ここまで、14日まで BS を入れたのに、ね、30日に撤去したら地上料金になるっていうのは、確かに合理的に考えたら、BS 料金払えば、そっちの方が合理的じゃないか。それは理屈からしたらおかしいっていうのが NHK 側の主張だったと思うんです。そんな人いますよね。あなたたちがそれを作っておいて、裁判でその言ってるのは違いますよという判断が出された。まあ NHK の恐ろしいところは、最高裁が不受理しているものは最高裁判決ではないっていうんですよ。だから、すでにこの地裁から高裁に上げたときに、最高裁が上告不受理、つまり門前払いしているわけです。なのに、NHK はこの控訴を取り下げる。さらに、お行儀の悪いことに、これ、上告していきます。まず 100%。
1%。で、なぜそれをするか。このようにホテルを訴えようとして内容証明書を取ったら、どこのホテルもですね、資産権が撤去されたホテルが多くあるようなんです。で、NHK 側が自ら自白してるんですけど、どうも2万契約ぐらいあるって言ってるんです。で、2万契約をこれで取ってるっていうんですよ。こっちの不正な料金。これまで NHK が取ってきたお金を返さなきゃならなくなるから、それはダメだって今だ言い続けていて、このまま行くとどうなるかっていうと、また NHK は最高裁で門前払いを食らうと思うんです。そうすると NHK はこれからこういう、いや、俺たちは最高裁の許可を負けてないから、だからこの2万件については返金しないんだと、こういうことです。何かネット上でね、橘は裁判に勝ってないとかニュースいっぱいあるんですけど、何度も NHK との裁判勝ってるんですよ。皆さんが僕が負けてると思ってる理由は2つ。1つはメディアが報道しない。これ明らかに勝ってるのに今日も来てないでしょ、新聞社。どこも来ないんですよ。わざわざ東京高等裁判所の裁判官が判決にね、重みがあるから論書を読んでるんですよ。なのに発表しない、報道されない。で、もう一つは都合の悪いことは報道しないっていうことから、まあ、僕が挟まるとね、報道しないという、とにかくね、彼らはね、やばいと思うと請求の放棄とかしてくるんですよ。判決が出る前に発表されたらなかったことにするって請求放棄とか平気でしてくるので、時効なんかもいっぱい買ってきてるんですよ、5年の時効って。僕が買ったことについては報道されてないし、僕もそんなに買った買ったと日頃言い続けてないですよ。ホテルに対して裁判をするぞって調停とか来たら、こちらは NHK につけるぞって言ったら、 NHK は調停で止まっていろいろ訴訟してこないんですよ。で、こういうのも実質完全に勝ちなんですよ、裁判をしてこないっていうことなんですけどね。ちょっと本当テレビとか新聞っていうのはこういう既得権者が NHK を守ろうとしている最たる例ですから、ぜひね、こういう判決文、東京高等裁判所が言ってるわけですから、ホテルの方は特に諦めず NHK をぶっ壊。NHK を、ですね、簡単に言うと立花との決別のような内容、これはちょっとわからないです。ただこれは十分に想定していたことですので、今333名の方からですね、10億等で5000万円とか10億円ちょっとですね、政治家組織法廷の方がお金を借りている状態になっています。で、これをですね、今返金義務の方が6000万とかっていうことを前回申し上げたんですけども、この状況になるとですね、政治家組織法廷と共に債権をお持ちの方をですね、基本集めて裁判をするということをせざるを得ない状況になっております。で、私の方でもちろん弁護士をですね探してきて、弁護士用も負担をさせていただきますので、この333名の皆さんですね、まあ、もちろんね、そのまま政治家女子法廷と共にお金を普通に貸し続けるという方については大丈夫なんですけども、これはさすがにちょっと危ない。今は借用書だけの関係なので、まあ、裁判所がですね、無理やり政治家女子48等からお金を取ることができないという状況になっているんですね。で、これをですね、裁判をすることによって確定させると、債権者の地位がぐっと上がりまして、自由にですね、政治家女子48等がお金を使えないという状況になりますね。それをですね、これから進めてまいります。さすがにこれは債権者を守りする、私が党の代表だったところにですね、私を信用してお金を貸していただいた方に、まあ、1円も損させるわけにいきませんので、ここはですね、直ちに対抗策を取りますので、ご連絡をいただきたいと思います。今後の流れといたしましては、弁護士さんへの委任状をですね、書いていただくことになります。その333人の代表の弁護士さんに委任状を書いていただくと、で、この弁護士さんがですね、政治家女子法廷等を相手としてお金を返してくださいという裁判を決定して、333人皆さん
が一番いいんですけども、バラバラでやりたい方はどうしようもできないんですけども、あとはもう裁判しないとどうしようもできないんですが、できるだけ返金希望の方をですね、できるだけたくさん集めます。これ全員集まらなかったとしてもできるんですが、333人の方が全員10億飛んで5000万円の方が全員集まったと仮定すると、これがですね5年間政党助成金合計でですね11億入ってくる見込みですね。で、何もしなければです、党がいわゆる政治家女子48党としてですね支出をしなければ、これは11億円が入ってきます。で、衆議院選挙がいつ解散されるかのかによってですね若干の誤差が出てきます。だいたい今どんなに安く見積もっても党に入ってくるお金と皆さんが貸してるお金がだいたいイコールちょっとこっちが多い、ただちょっと利息はですね保証できないぐらいかなっていう状況なので、いずれにしてもこの債権者が固まって党を訴えて党が国からもらえる予定のお金をですね差し押さえしてしまうと、ですから政治家女子48党自体はですね政党助成金は実質上入ってこないというような状態にしてですね、党の運営は別に党首が自分で寄付を集めるなりやっていただくことにしていきたいというふうに考えています。ざっくりとそういう説明でですね、で、もちろん回収していくんですが、今年の4月には8300万円のお金が入ってきます。で、もうそれは直ちに仮差し押さえをしてですね、債権者多い人から仮差し押さえをしてですね口座を止めに来ます。で、その次の7月にまた8300万円入ってきますから、これをちゃんと裁判をすることによって7月の20日までに差し押さえしていくと。今差し押さえをすればですね、今裁判をすれば債権者のお金は守れますので、これはしっかりとやっていくということで、333人の債権者の皆さんはですねこれ団結をいただいてですね、私が指定する新たな弁護士さん、これちょっとさ、僕が今まで付き合っていた弁護士さんって NHK 党の関係者の弁護士さんなんで、今ちょっと新しい弁護士さんを紹介してもらってます。ですからその弁護士さんに委任状を書いてもらって、で取り立てをしていただくということで、この委任状に書いて送ってくださいということで、どこかの法律事務所の弁護士さんですね発生しますので、そちらに書いてもらえた委任状を送っていただくということになります。はい、何かある貸してる人としては大丈夫、はい、でだからこれはもう僕は別にこれ大阪と喧嘩しようとかそういうことじゃなくて、まずはお金をわざわざ貸してくれてる人たちの安全を守るためにやってます。これはもちろん想定していましたの で僕はいつでも大津さんを乗っ取ってくれていいよ最初から言ってます。でそれは大津さんが乗っ取ってくれてプラマイゼロにしてあるんです。こうプラスマイナスちょうどゼロになるようにしてるので、大津さんがこのまま国政政党の投資をやっていたことは全然 OK です。もちろんクリーンに、ね、していますので、大津さんがこれまでの党のお金の使い方を全然調べていただいても大丈夫ですから、党の関係者、党の職員さん、関係者の方、ぜひ正直に嘘をつかずですね、調査をするって言ったらお答えください。でですね、もちろんね、裁判じゃなくても和解できればいいと思う、和解書でちゃんとやればいいと思うんですけども、皆さんから僕の信用でお借りしたお金をですね、それを新しい投資や労使投資が使うのはちょっとね、危ないというように判断しておりますので、そこについては、ご協力というか、皆さんご協力したくない人はいいんですけど、ちゃんと返金できるように法的措置を取っていきます。で、選挙ね、私自身が NHK 党の党首、政治団体で NHK 党の党首をしながらですね、次の衆議院選挙、少なくとも2年後の参議院選挙でも再びですね、この政治団体 NHK 党を国政政党 NHK 党にしていきますので、ぜひそこはご期待いただきたいと思います。で、なおですね、参議院議員の浜田聡参議院議員、そして斉藤健一郎参議院議員はこのまま弁済をしていかなければいけませんので、政治家女子48党に残ったままで国会議員としての仕事をしてもらうつもりであります。もちろん2人はこういうことを聞いてくれると思いますので、2人がそのまま国政政党政治家女子48党に残りますが、会派名は場合によっては NHK 党に戻すかもしれません。ちょっと大津氏が僕は別に敵対してるわけでは本当ないです。彼女が本当に30歳の女性として、ね、国政政党の党首になって、今回本当彼女がこう NHK 党のなんかパワハラとか人格否定とかをやってるのは全然いいことだと思うんですよ。僕に対しての怒りを持っている人、憎しみを持っている人いっぱいいると思っています。で、それを大津党首が糾弾してくれるのはもう全然 OK です。やってください。そういう形でやっていかないと変わらないです。女の子が、30歳の女の子が僕に、ね、盾ついてくると素晴らしいじゃないですか。僕はそれは全然今回反省しないです。ポスト氏の周りにいる人たち
認されていますので、そういう意味ではしっかりと対抗策を取るということで、とにかく話を戻します。とにかく債権者の皆さんがですね、一つになって自分たちの借金を確保して、返済を確保していくことを今一番課題に考えていますので、それをやりたいということです。NHK の刻一刻がカオスになってきましたね。週刊誌の報道を見る限り、おっと。では、じゃあね。自分でやってる人だったら